あとでその修正作業が一切必要ない、うん、なんていうところから、まあ、些細なことなんですけども、まあ、Mac でユーザーインターフェースが優れてるっていうところなんですけど、いや、本当そうですね。それは私も何回も強調しますけど、そういう操作性も含めて、やっぱ作業時間がもう圧倒的に短くなるんで、時間の節約になるね。ストレスがかからないんですよ。例えばこの業界を変えたいなっていう時、ここいじったら、あ、動いたって感じなんですよ。うん、そうそうそう。ここやろうと思ったら全体が崩れちゃったとかっていうことはなくて、あ、なんだこれで動いちゃうんだっていうぐらい簡単なところでサクサク直っていくっていうのもありましてですね。これはもう触れれば分かるんですけどね。支障があるかっていうところに関して、ざっくりとしたそのオフィス、そのワード、エクセル、パワーポイントに関しては全く問題ないっていうですね。そのことについて、まだいろいろ疑問がありますよね。ワード、エクセル、パワーポイントのオフィスのソフトっていうのは標準装備なんですか、それとも後付けなんですか。後で買います。そうすると結構オフィスって高いじゃないですか。高いです。パソコンの単価が先ほど安いってお話だったと思うんですけど、結局いいですね、高くなりますね、これ向こうでそうそうそうってうなずいてるのが見えますね。この件に関しましてはですね、解決策が2つありまして、1つにオープンオフィスっていうのを、聞いたことありますかね。もともとこれやっぱり10年ぐらい前からこう企画がスタートしてて、サンマイクロシステムズっていうマイクロソフトの公的機種がいたんですよ。でそのサンマイクロソフトシステムズが、そのオープンソフト、オープンタイプの、著作権フリーのものを作り上げてるんですよ。でそれがオープンオフィスって言って、オフィスがそのまま開いちゃうソフトなんですよ。オフィスのソフトが全部無料でネット上に上がってるんです。これオープンオフィスで調べていただければすぐ出てくるんですけど、これでまず無料で全部そのワードもエクセルもパワーポイントも手に入ります。常に最新版かっていう、常に世界中の人がアップして更新してますんで、常にいいものになりますね。でこれはマイクロソフトのオフィスに準拠した使い方なんで、若干なんか Mac っぽい使い勝手ではないんですよ。でもう一つ、Apple 本社で出しているオフィススイートっていうのがありまして、これ iWork っていうんですけども、iWork っていうんですけど、それが実はですね、入ってるソフトがですね、Pages っていうのと Numbers っていうのと Keynote ってあるんです。この Keynote に関してはスティーブ・ジョブズが必ず WWDC とかそういった講演会で使っている自分のために作ったっていうそのなんかプレゼン用のソフト、この Keynote、そして、ページズっていうのがいわゆるワードですね。ワードプラス、ドローソフトになってます。で、もう一つナンバーズ。これは、表集計ソフトにやっぱりそのドローソフトみたいな機能がついた、ソフトですね。これ、まあ、いわゆるエクセルにドローソフトがついた。これも、ドローソフトっていうのは、なんでしょう。レイアウトソフトっていうか、図面を入れたり写真をペタペタ貼って、まあ、ワード上でもできるんですけども、ワードとかエクセル上でもできるんですけども、どうしてもその行とかなんかが邪魔になるんですけども、そういうのを一切関係なくできるんですね。でもちょっと使っていただかないと分かりづらいんですけども、でこのソフトがあって、これはエクセルもワードも開きます。そのままダブルクリックで開きますし、若干ページズっていうのは横書きしかできないんで、縦書きのレイアウトは崩れるんですけど、まあ、いいんです。で横割りも若干そのずれるんですよね、まあ、この辺はまあ修正していただくしかないんですけども、でこれが3つ揃って8800円で出てるんですよ。多分オフィスは4万から5万ぐらいですかね。バージョンアップ版で2万7000円ぐらいとかなんですかね。なんですけど、まあ、ただのがあるのと、もう一つ8800円でアップル金製の極めてこれ使いやすいと思います。これが出ると非常にいろんなストレスから解放されると思うんですけど、こういうのがあと、データベースなんか使ってる方は多分、アクセスですか、マイクロソフトとアクセスなんですけど、ファイルメーカーっていう、これがアップル 100% 子会社のソフトがあります。これちょっと高いんですけど、非常に便利ですよ。パワー、あれもリンクが非常に簡単に貼れる、まあ、そういうソフトがありまして、
まあ、高いんじゃないかというところに関しては無料で解決する方法がオープンオフィスがあって、Apple らしさ、Apple らしい使いやすさを求めるんであればその iWork というソフトが8800円で3本で8800円っていう非常に秀逸なソフトが揃ってますよという解決策になります。結局なんですけど Mac に移してみんな会社さんって今多分 Windows が主流なのでほとんど Windows で書類とか作ってると思うんですね、あの OS で。結局 Mac に移したところで Mac の OS、 Mac で OS、 なんですか OS 使うんであれば移す必要がそもそもないっていうか、だからページ図がとかキーノートでしたっけ、っていうの、なんていうんですかね、利便性が感じられない、うん、なるほど。あえてそんな面倒くさい思いまでする必要ないだろう。さっき言ったようにここですね、ランニングコース。